はい、どうも、リハビリタッキーです。今日も動画を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回の動画は、速関節の仕組みと具体的なアプローチについて、ね、解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。まあ、足首の部分、足の指というところが中心になってくるんですが、このあたりがですね、実は体の全体に与える影響で、私たちが想像している以上に実は大きいです。なので、ぜひ今日の動画もですね、参考にしていただければ幸いです。最後までぜひご視聴ください。では、早速なんですが、速関節の仕組みからなんですが、これは、脛骨という足首の骨と距骨との間をつなぐ関節で、距体関節というのが正式な名称としてはなっています。ただ、その下には距骨と舟骨という骨もありますので、これ、スライドの方を見ていただきたいんですが、その下に距骨下関節とも連動してて、ここも含めるということもある。これが速関節の、大きな構造の特徴になってきます。で、その周りをですね、人体が補強するような形になってまして、その構造上ですね、下とか内側には曲がりやすいんですが、上とか外側には曲がりにくいという特徴があります。あとこれもあって、旋足位といって、でつま先立ちの方向に拘縮が生じやすいっていうのも速関節の大きな特徴になってきます。でこの速関節の大きなポイントはアーチと呼ばれるこのスライドのオレンジ色の部分があるんですが、この弓状の部分ですね、このアーチができているということがポイントになってきます。これが体のバランスをとったり衝撃を吸収したり、いわゆる車のサスペンションであったりクッションの役割を担うというふうに思っていただければいいかと思います。これが人体において体を支える土台となっているんですが、このアーチが低下した状態がいわゆる扁平足と言われる状態になります。で、この速関節の障害としては、まずはランニングですとかスポーツによる過労、使いすぎでのアキレス腱断裂は、腓腹筋といったふくらはぎの筋肉に炎症が生じるということがあります。それから外傷、やはり多いのは捻挫による靭帯損傷というところが大きいですし、それから外反母趾もですね、障害というふうに含まれてきますので、ぜひこの辺り参考にしていただけると幸いです。では、ここからは速関節痛改善に向けたですね、ストレッチやエクササイズと暮らしの中で実践できるポイントについて解説をさせていただきます。まずストレッチやエクササイズを2つ紹介させていただくんですが、1つは腓腹筋、いわゆるアキレス腱伸ばしなんて呼ばれているリリースになります。スライドの方を見ていくのが一番わかりやすいんですが、足をこう前後に開いて背筋を伸ばして、こう前足は曲げて後ろ伸ばして、こう床の方にこうくっつけるように下ろしていくというものになります。で、しっかりふくらはぎのところを伸ばしていきます。で、もう一つ、このエクササイズは、もちろんエクササイズとしてもいいんですが、特にサッカーとかフットサルとか、ウォーキングとかランニングを日常行っている方にもぜひおすすめなエクササイズになります。で、もう一つ、これはタオルギャザーと呼ばれるものになりまして、床にタオルを置いて、足の指を使ってこれ握って、握ったまま、こうかかとを床につく、こうつま先にタオルを離して、こうタオルを引き寄せるような動きを、足の指を使って行うエクササイズというふうになります。で、これ、股関節とか膝の関節痛改善にもなりますし、扁平足とか外反母趾改善の対策にもなりますのでお勧めさせていただきます。ただあくまでこのエクササイズなんですが、秒数回数のさせていただいているのがこれあくまで目安ですので、休憩挟みながら疲れが残らない程度に行っていただきたいということと、痛みのない範囲で無理なく安全にぜひお願いしたいと思います。だから暮らしの中でできる生活改善ポイントとしても、これも2つ挙げられています。1つは姿勢やフォームの崩れを意識して修正をしてください。これ膝の関節の時にもちょっと近いんですが、速関節もですね、やはり姿勢フォームの崩れがやはり出やすくなる。特にいわゆる足がガニ股になる、O脚になってしまうということで崩れるということが多いので、足の真ん中に足の人差し指第2指があるというのを中央にあるというのを確認してください。第3指ではないというところがポイントになってきます。それからもう一つは足裏の運動を重点的に行っていただいて、同時に靴をですね、ぜひ見直してください。やっぱり荷重のかけ方を意識しながら正しく歩くというところがポイントになってきます。で、靴をぜひ見ていただきたいんですが、一箇所のみすり減ってたり、
すれば要注意ですので、見た目で選ぶのではなくて履き心地とか歩きやすさですか、滑りにくさ、例えばそこの材質まで含めてですね、選んでいただくというのがおすすめになりますので、こういった場合ぜひ専門職の意見なんかも活用していただければ幸いです。で、今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。